あるアームのですね、角度を測るセンサー、ロータリーエンコーダーで角度を、アームの関節のですね、角度を測るセンサーの実験というか、評価といいますか、チェックを行っています。ロータリーエンコーダーは、この部分と、ここの、角度を検出する、この部分についてます。で、それらのセンサーはですね、一度、このアーム内についてます CPU で、その回転を検出してですね、USB 経由で、パソコンの方につないでます。で、パソコンの方では、プロセッシングというプログラム言語があるんですが、それでですね、3D オブジェクトを表示して、その角度センサーからのデータによって、パソコン上の3次元オブジェクトを動かすという実験をやっています。まず、こちらのセンサーを動かすと、こちら方向に動くと。それに対して、こちらのセンサーを動かすと、仰角方向の角度が変わると。はい。というふうな実験でした。